変わってなかった、よかった。あの視聴数とかよかったよかった、うん、あ、こうなるんだね、こう短時間で戻ってきた。メールだけ遅れました、うん、あ、そうなの1時間、あ、そうなんだ、そうなんだね、ありがとう、そうだったんだ、じゃあ全然切ってよかったんだ。そうそう、なんかループちょっと恥ずかしいからさ切っちゃった。うん、そうで、ツイッターでボケてきた。日野に髪型何がいいって言われたから、黒髪ロングストレートでってボケて、なんて帰ってくるか楽しみちゃんと明日考えます。みんなの帰ってきたかな、そうボケてきました。うん、日野が無理だろって、黒髪ロングストレートだけは無理でしょっていうボケをしました。びっくりして待って、面白いそれは、うん、ボケたんだけど、なんかすごいめっちゃみんなリプくれてるわかる、本当にウィッグ被ってきたら超笑う止めるけど、ね、大嘘です、あれは。よし、半になったらちゃんとツイート考えます分かる、やりかねないよね分かる分かる。じゃあ第2部が始まったということで、やりますか。いや、あのね、新しくねイヤホン買ったんですよ。11時半になったら絶対にちゃんと考えます、ツイート。なんか若干ラグある、もしかしてコメントがラグがあるっぽい、コメントの感じ大丈夫か。ちょ、最高回はねやめときますあのさすがに2回、うん、やろうと思ったんだけど、そう買ったの。いや、じゃあ聞いて、これ1回ねイヤホン間違えて買っちゃって、そのここがライトニングじゃないやつ買っちゃってさ、もうあのめっちゃ恥ずかしかった。すいません、あのなんかレジでこう出してイヤホンを、そうで、なんか私もう気づいたの、これお会計した時点で、そのなんかこう出してさ、私電子マネーで払うんだけど、もう払った時点で、でなんかこうお店の人がいろいろまあレシートとか出してくださってる時に、私それで気づいて、待って、もしかしてこれライトニングじゃないって思って、もう言えないから、でも決済しちゃったし、なんかずっとそわそわ、どうしようどうしようみたいな、もうそわそわしてたら、店員さんがもしかして間違えましたって言ってくれて、はい間違えましたってもう言ったの。そう、そしたら心よく取り消してくれた、お会計を。そう、はあ、神って思って、めっちゃ優しい方だった。新しいのと帰ってきて、ぜひ帰ってきてくださいって言ってもらえたから、はい行ってきますって行ってきて、ちゃんとライトニング選んで、もう焦りすぎて値段も見ずに買ったんですけど、そんな高くなくてよかった、うん、そうめっちゃ焦った、うん、でもうレジ行く前も100回ぐらい確認して、ライトニング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 で、でお願いしますって。でもそう、あの笑われた、これは大丈夫ですかねって、はい確認しました大丈夫ですって言いました恥ずかしかった、恥ずかしかった、本当に恥ずかしかった、うん、
だからちゃんと刺さるやつです。よし、神対応だったよ。あの番組に出れる、なんだっけ、神対応の店員さんみたいな番組あるじゃん。すごい良かったよこれで。何歌おうかなみたいな何やってんの私やばい、なんかこのイヤホン、なんかすごい、なんかノイキャン機能がすごすぎてなんか聞こえない自分の声が、あドキドキ。あ、無理、吹き出しちゃう。試しに好きって言ってみて寿司酢飯酢簡単には言わないですね。じゃあ歌います。あれ、あった NGT の曲歌います。銃声下の葉の影は時折の風に揺れながら近づく季節のその気配、一足早く空をめぐったカレンダー、ここで会おうって約束した、去年の夏を忘れてない、まだ恋と気づかに別れには口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、何回も見てしまった道の向こう、君は来るか来ないのかな、
らこっちへ手を振った。禁断の僕はポケットのメガネをかけてやってきた夏確かめた。また帰ると思わなかった。去年と同じ今日この日今来いと気づいたよ。一年も時が流れて月になると会いたくなる当たり前のことだよね。目の前で微笑むのは夢の続きだ。僕は何を話せばいい。捨てにずっと見つめ合うだけ。セミがどこかで泣いてる。おかわりしてないですか。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こう。君は来るか来ないのかな。もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく。やっとしてません。これすっごいなんか変な感じする。しかもさ、すっごいな、音量変える時の音がなんか銃声みたいな、バーンみたいな。やばい、このイヤホン面白い。でもすっごく多分性能がいいからなんだと思う。みんなが聞こえづらくなければいいんだけどさ、カシャカシャ言うよね。音拾っちゃうのかな、思ったより。まあそう、なんかみたいな入るよね。うん、性能が良すぎたわこれ。まあ大丈夫か。なんか聞きづらかったらすいません。次からちょっとイヤホン変えてみます。わかる、受精だよね。めっちゃ我ながらすごい面白いなと思った。じゃあやっぱ次はこれでしょう。ララ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 。ほら、何度も見たことのある雨上がりのになのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕はあのさ、いや別に言葉にはできない I love you。 幼なじみは何か恥ずかしい。どんな時だって
た僕ら今になってどうすればいい、このままでさよならかな、叶うのかな、君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言うそうと微笑んで、いつか会いに来て、それってどういう意味、どこかへ行ったって愛に夢中、ずっと前から大好きでした、恋と気づくには近すぎたの、こんないい関係壊したくない、出口はなんか悔やむのかな、友達で終わっちゃいそう、一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時逃せば後悔の日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待って、言葉にはできない I love you、 だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日もみんな誘わない、だけだけ生きてば引き止められない、涙でそうだから、いい歌、あ、まだ大丈夫か、やっぱこれだよね、次はやっぱこれだよね、嫌なことなど全部忘れるだろう、だってあそこはいつだって味方さ、どんな涙も拭ってくれるんだ、心配しなくていい、何も変わっちゃいない、時代が通り過ぎてもずっとあの店は営業中、oh, バリバリバリ、あの頃の名前よ、懐かしい、なぜか切ない味、醤油醤油醤油、シンプルだけど飽きることない純粋な自分、次次次思い出の続きよ、最後まで飲み干してしまったっけ、細麺細麺ちょっと縮れ麺、
もう一度食べたい青春のラベンダーラン。きっとあそこが迎えてくれるはずさ。久しぶりでも昨日も来てたように、カウンターの向こうに不安そうな主人がいて、中華鍋を振りながらなんか美味しそうな匂いがする。あ、サギサギサギ夢に見たラーメンよ、謎なんだ隠し味はなんだ、塩も味噌も塩も味噌もいいけど、だけど結局醤油を選んでしまう。プキプキプキ故郷も脱げがった生きてりゃ辛いこともあるさ。チャーシューチャーシューメンマになると、海苔も一枚乗せるだけラーメンはなら、あの頃のラーメンよ、懐かしい、なぜか切ない味、醤油醤油醤油シンプルだけど飽きることない純粋な自分、プキプキプキ思い出のスープよ、最後まで飲み干してしまったけ、細麺細麺ちょっと縮れ麺、もう一度食べたい青春のラーメンはさら。久しぶりにフルで歌ったらすっごいミサビ大変だった。塩も味噌も塩も味噌もいいけどってね。じゃあね、ちょっともうちょっとでツイートを考える時間なのであと一曲まあやっぱこれでしょう。とちおん、とちおん、ちょっと待って待って、何これめっちゃむずいんだけど、歌い出しこんなむずかったっけ、ちょっと待って待って、恥ずかしい恥ずかしいねえむずくないこれ、クリック欲しいわこれ、やばい一生進まないかもこれ。土地音楽がきっと助けてくれる、ピンチになっても心配するな。あ、難しい。ほら今日の空も晴れ渡って雲は一つもない、そうどんなに雨が降っていたって必ず止むんだ、辛い何かに吠え割れた時をの奥で呼んでごらん、 僕らの木の土地音楽がきっと助けてくれる、どこからともなく現れるよ、泣き目と書いても諦めないで、そうさ世界は捨てたもんじゃない、土地音楽が絶対守ってくれる、だからもう少し頑張ってみろ、生きるってことは素晴らしいことだろう、今日はね吐くんじゃない、ごほい
ると夜のしじま天の川を横切る流星さあ消えてく前に未来の夢何を願うのか平和の地図を言わせるものは大きな死者が許さないよキャラ僕らのルールだ土地音が愛を信じてるのさこの世に悪い奴はいないと手を差し伸べれば誰もがきっとそう最高の笑顔になる土地音が君のそばにいるのさだから自信持って戦ってみろぶつかり合って時々負けたりしてきっとは強くなってくごへん助けてごめんなさい24時まで寝ちゃってツイート書いてありますから許してくださいどち音ががきっと助けてくれるどこからともなく現れるよ泣きべそかいても諦めないでそうさ世界は捨てたもんじゃないどち音がが絶対守ってくれるだからもう少し頑張ってみろってことは素晴らしいことなのよ真似吐くんじゃないごぼい Go ありがとうございました、はあ、終わってしまった考えるぞここからは真剣に私がポストを考えるタイムとなっておりますそういえば日野から返信来たかなしてくれてる皆さんメンバーの皆さんちゃんと明日私が考えさせていただくので、はい、やばい30分切ったどうしよっかなあれまあ30分かけて考えればいいんだもんねめっちゃずっと座ってたらお尻が痛くなってきたよいしょみんなに1分ずつ考えた嘘嘘毎年めっちゃくちゃ迷うんですよねこのなんかさ節目のツイート誕生日とかあの
年末年始その年変わる時のとか超迷うの。ずっと私本当悩む人なんだよね。うん、去年なんてやってたっけなんかかぶりがちだよね。わかる、文面難しすぎてさ。そうだって1年のあれじゃん。語尾ににゃん、そうじゃん。もうあのガチなやつだ、マジで考えてる今本気で。えお腹の音聞こえる、え恥ずかしすぎる、やだ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 、恥ずかしい、嘘でしょ、やだやだやだ、ねえめっちゃ恥ずかしい、ここだけ切り取らないでね絶対。でもそうだよね、どんな1年にしたいか、7日の何時、夕方に生まれたと思う確か。考えてる間のミラーボールやめて。ねえ
シンキングタイムミラーボールやめてください。ごめんね無言で。今ね一生懸命ポストを考えてるの。だから何これ。ねえ何ミラーボールよ。シンキングタイム。シンキングミラーボール。確かに絵が持つよね。あのこの、うん、やばいもうあと20分早く考えてって。ポキちゃんバス停メッセージ1万狙って待機中だと。本当に言ってる？本当に？だとしたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど。直属の部下。、うん、言葉にするのが難しいな今思ってること。あのね、これが言いたいみたいな、そうこれが言いたいんだっていうのがあるんだけど、それを言葉にするのがめっちゃ難しい。でも待って、またダメになった。これ違うわちょっと、うん、そうそう、この今頭の中にあることを言葉にするのってすっごい難しいよね。わかる。今なんか配信しながらやるとさ、よりこう頭が緊張しちゃって。
よし、え、ごめん、マジ本当になんかもう配信止まるくらい無言だったね今全然こういう時間も良くないよね、ごめんでもね、できてきた。やっぱり帰る。なんか変わった変わった。顔がテカってるみたいになってるね。私がすっごく時間をかけて考えたポスト。あ、文字数やばい。ちょっと皆さん、あのツイートポスト来たらいっぱい返信してください。今年はどのくらいいいねと返信の数がいくのか。顔ツヤツヤやばい。なんかよし、いいのでは、いいのでは。ハッシュタグどこ、ハッシュタグないんだけど、ハッシュタグどこ、ハッシュタグないんだけど。むずいってこれ。ハッシュタグがないよ。あった、すぐいなくなっちゃうから。ななみすすすすななみしきになっちゃった。すきいねえねえ、いのいの小文字ってどうやんの。なんかさ、なんかとなんかとあれなんだよね、いちっちゃいやるのって、なんだっけ小文字にするやつって小文字できないからずっとポストできない。なんだっけ、いってどうなんだっけ。あ、それ X… ナイス、さすがみんな助かる。良きでは。だ、皆さん、ありがとうございます。今年の1年は、うん、よしよし、できた。もう大丈夫、完璧。あー、よかった。最後にもう一回、23歳だよね私って。うん、32じゃないからもうすぐ23歳だよ。よし、準備 OK。 あとはこれをポンって押すだけ。おもつくの波、あ、 NGT48 も続けよう。キャッ、スペースってどうやんの、空白。あ、なんか変な感じになっちゃった。N D D、 これでいいかな。なんかすごい、まあいっか。
これでいいよ。よし、そろそろですね、皆さん。カウントダウン、みんな起きてる？みんな起きてる？これあとポストするだけ。よし、OK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 、全員がいる。OK、OK、OK。間違えてでも、間違えて、こう、今押さないように。あー、私、10分、カウントダウン配信って超楽しいね。もう、今の20分はほぼ、ごめんね、私が静かすぎてさ、寝ちゃった人、大丈夫か。みんなも準備できてる？トレンドに入れるよ。トレンドに入りたい。みんなもあと10分でポストの準備できてますか？あ、みんな起きてる、よかった、ありがとう。まあ明日ね、生誕祭なんですけどね。すごい視聴数がその5700みたいな、すごい。誰が連絡してくれるかちょ見れないんですよね。そう、このタブレットに LINE、 タブレットで LINE は見れないか。あ、でもタブレットで、いや無理だ。あ、ちょっと後日言いますね。いい感じ。ね。いや本当に皆さん、ちょっと改めてなんですけど、今年も1年、22歳の1年一緒に過ごしてくださってありがとうございました。なんかね、前回の生誕祭からは5ヶ月くらいしか、そう、経ってなくてあれなんですけど、でも本当に今年の1年はソロでお仕事をさせていただく機会も増えたり、そう、あとは夏はたくさんフェスに出演させていただけて、関東だったりとか、今年は福島とか埼玉スーパーアリーナのステージに立たせていただいたりとか、こうやってフェスとかに、ほぼ全部全てのフェスに出演させていただいてたんですけど、たくさん出れたのはみんなのおかげだし、だからもう私のこういうソロのお仕事だったりとか、アルビのイベントさせていただけたりとか、なんかそういうので本当に皆さんのおかげだし、グラビアやらせていただけたのも本当に嬉しかったし、ね、この1年どうでしたか？私を好きになってくれて、好きになってよかったっていう1年になったかな、ね、新たに公演も始まった年だったし、22歳リバイバル公演ね、だし、あれだ、ベトナムも行ったし、そうね、23歳の年はもっとさらに先輩になるので、そう、4期生が入ってくれてさらに先輩になりますし、こう1期生さんの卒業もあったりして、ちょっとまたグループが大きく動く時期になるんじゃないかなって思うので、もっとなんだろう、先輩の自覚を持ってっていうか、後輩のみんなにいい背中を見せられるように、はい、グループを引っ張っていけるような人になります。23歳は、うん、もっと頑張ります。
もう目移りできないくらい私頑張るのでよろしくお願いします。23歳の私もはい、いつも通り全力で頑張りますので、よろしくお願いします。まあ明日もスピーチするんですけどねそう、でもねやっぱりななみよしの皆さんには感謝の気持ちを伝えたいので、はい、あと5分ですね。ね、23歳の年も変わらず公演はたくさん出たいし、おしゃべり会もだけど私は握手会がしたいしはい、握手会がしたいし握手会がしたいね、なんか23歳の年はみんなにこうちゃんとこうやって握手できるといいな。うん、絶対しようね。うん、手仕上げておきます、うん、まあ、個人としての目標は明日しっかりスピーチでお話しさせていただくので、はい、ぜひ楽しみにしててください。ふう、あー操作するー、もう私はポストの心配がすごくてさ、うん、やばい、もうちょっとで年取っちゃう、キャー、はあ、ね、23歳になっても好きでいてね、もう23歳、あ、もう23歳なんだ、もう若い方がいいなみたいなの本当にやめてね、はあ、23歳の私も好きでいてください。もう23歳になります。23歳です。23歳だよ。え、私17歳で入ったよね。23歳、キャー、年取るな、うんうん、でも嬉しい、なんか20代を10代20代 NGT で大好きな、そうなりたかったアイドルとして過ごせてるってすごい幸せだから、まだまだよろしくお願いします。はい、早いね、時間経つの。私0時00分になったら超忙しいよ、ジャンプしなきゃだし、ポストしなきゃだから絶対にこの2つは叶える。まずジャンプして、イエーイイエーイポチッイエーイポチッでもジャンプのしすぎは注意だからね、これ結構すごい携帯が落ちたら大変なことになるから、しかもね深夜だしミニジャンプで行きますから、はい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 、あと何分、あと何分、怖い怖い怖い、大丈夫かな、 Wi-Fi は Wi-Fi はついてる、 OKOK、 充電もあるし、よし、よし、もう一回5時の確認をします、よし、オッケー、みんなありがとう。23歳、間違えた、22歳の私、さようなら、楽しかったよ、うん、本当に楽しかった、今年は嬉しいな、当日にみんなにお祝いしてもらえる、嬉しい、あと1分、なんか喋れよって、そうだよね、あわかる、ピッピッピッポーみたいなのめっちゃ欲しい。はい、じゃあそろそろ、よし、そろそろ私23歳になります、さよなら、楽しかったよ、やばい、ピッピッピッポーみたいなのが、いきます、もうちょっとだ、ちょっと適当にカウントダウンしてみよう、10 9
8、7、6、5、意外だったかも、4、3、2、1、はいはい、まだ、はい、まだまだ、あれ、はい、じゃーん、イエーイ、あ、消えた消えた、やばい、イエーイ、カラーのポスト、よし、おめでとう、私ハッピーバースデーありがとう、よし、ポストできた、できたよね、カホが電話してくれてる、やばい、出れない、ごめん、カホ見てるよ、あ、見てるよじゃない、逆か、ありがとう、あ、待って、タワーもいっぱい来てる、読むからね、ちょっと待ってね、カホが、カホがめっちゃ電話してくれてる、ありがとう、待って、タワーやばい、タワーがやばい、ありがとう、みんな、イエーイ、23歳になったよ、よし、ツイートもできてる、よかった、あ、カホありがとう、電話出なくてごめん、しかもめっちゃ優しい、レイジちょうどに電話してくれた、嬉しい、みんなもありがとう、レイジぴったりにお祝いしてくれて嬉しい、カホありがとう、嬉しい、電話くれてる、しかも超レイジぴったりじゃん、ありがとう、みんなありがとう、みんなもレイジぴったりにえらいタワーを建ててくれてありがとう、みんな23歳になりました、イエーイ、よろしくお願いします、0時ちょうどになってるかな、わーすごい、めっちゃお祝いしてくれてる、みんな幸せ、あ、すごい嬉しい、めっちゃ幸せ、ありがとう、嬉しい、はあ、本当にありがとうございます、すごい、すごいリップの数、そしてすごいコメントの数、そしてすごいタワーの数、読んでいくからね、みんな一人一人、はあ、ありがとう、カホが一番でしたね、だって電話くれたもんありがとう、いや、いい人だね、なんかみんなもだし、メンバーも、はあ、幸せだわこんなの、うん、皆さんコメントたくさんありがとうございます、キャー嬉しい、あ、32歳になってたらしい、23歳、よし、さ、タワーを読んでいくよ、待って、ちゃんと見れるよね、タワー心配なんだけど、え、待って、これ全部じゃなかったらごめんなさい、もう消えちゃってた、ごめんなさい、はい、日焼けタワー、勇気タワー、クラゲタワー、ちょっと待って、やばい、え、待って、すごいこれ、日焼けタワー、勇気タワー、クラゲタワー、風化タワー、みちおちゃんタワー、チームジオシちゃんタワー、ミッタワー、スーサンタワー、UG タワー、ちょっとやばいなこれ、え、いいのこんな、ヤスタワー、お酒タワー、春タワー、あら、え、待って、みんなの読めてるかな、超心配なんだけど、ありがとう、やばいよ、こんなタワー待ちて、え、いいの、ありがとね、え、めっちゃタワーもらって、ギフトもありがとう、わー、お祝いありがとう、すごい、リップもすごいです、めっちゃ幸せ、わーい、わーい、みんなの後で英語さんしよっと、タワーありがとう、あー、え、2本目でしょ、 2個目でしょね、2個目のタワーを立てたな、密探タワー 2本目いいよ、もうありがとう、タワー1本申し訳ないよ、ありがとう、2本目です、まさかの密探、ありがとう、うわ、これタワー取りこぼしてたらめちゃくちゃやだな、
何読めたかな、僕私投げたのに読んでもらってないって方がいて、ちゃんと言ってくださいね。土下座します。ありがとう、みんな幸せ。リプもなんかいっぱい来てて、すごいもう怖いくらいみんな優しい、ありがとうね。うわすごいな、こんななの誕生日って幸せ。ありがとう、みんなコメントありがとう。いいね、カウントダウン配信。23歳になりました、なれました、よかった。そして今日は生誕祭だし、なんか超幸せ私。やった、うわもうさ60超えたんだけど、リプがみんな60超えたよ、すっごい。あアイコンも可愛いよ、後で。これからもよろしくお願いします。本当にツイートに書いた通りなんですけど、なんか今年はこうなんだろうな、自分にしかできないことを見つけて、いや今もそのいただいてるんですけど、そういうなんか、ラーメンとかサッカーとか温泉とかね、なんかそういうのをもっと伸ばしていって、たくさんの方に知っていただける一年になったらいいなって思いますし、七海推しの皆さんとはねいつも通り一緒に、はい、そう頑張っていきたいですし、もちろん新しいことも挑戦します。はい、そうね、もう今年も頑張るよ、ガツガツと。うん、わーい、わーい、嬉しい。すごい、71件いってる、リプすごく嬉しい。そうそう、幸せです。たくさんコメントもギフトもいただいちゃってありがとう。あじゃあやっぱ誕生日と言ったらこれっていう曲を歌おうかな。一番だけ、ちょっとこの時間も時間なので一番だけね。、うん、終わるベルが鳴ったら不意に君を目隠しして、うぬいわさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど散らして答えない、
クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりアイマスクを外していい、それが合図がみんな一緒に鳴らすクラッカー、リスワンゼロ、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、この大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、ありがとう歌いたかった、これが。わあ、初見さんもありがとうございます、たくさん。今年もよろしくお願いします、頑張ります。ありがとう。幸せ、めっちゃ幸せ。え、嘘、映らなくなってた？本当に？なんか結構多いよね今、なんかね、そう、映んなくなってたって、あれかな、もうすごいからかないろいろ。え、メンバーありがとうね、みんな。わ、すごい、すごいぞ。途中ダメだ、あれかな、なんかもう重すぎてみたいな感じなのかな、ごめんね、タワーもたくさんいただいちゃったんだのに、ごめんね、ありがとう。え、ちょっとさ、一回さ見ていい？待って、いや今さタイムライン見てたらさ、いや私岡部凛さんと誕生日一緒なんですけど、え、嘘でしょ、 AKB を卒業って書いてある、嘘でしょ、え、待って、え、え、だよね、嘘、待って今そう自分のあのなんかリップとか見ようと思ってた、すごい飛び込んできた、嘘、え、めっちゃ悲しいやん、え、びっくりなんだけど、え、みんなもびっくりだよね、さすがに。わ、皆さんたくさんありがとうございます、リップをいただいて、嘘ね、びっくり、え、私も知らなかったよ、かすごいね、わ、みんなありがとう、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、あー幸せ、おー嬉しい、みんなありがとう、すごい、あの、おー、トレンドに入った、よっしゃよっしゃ、早くないってか、トレンド入る、うわー嬉しい、みんなおめでとうって、うんうんうん、嬉しい、面白清掃アイドル、わあ幸せだなこれ、ありがとうございます、頑張るよ私、幸せ、めっちゃ幸せ、うん、あ、ありがとう、嬉しい、ちょっと大塚の波でエゴサさせてエゴサばっかりって思って、そうなんですよ、うわ、すっごい数、え、めっちゃ嬉しい、画像とかも作ってくださってるかと思って、笑いも取れないやばい、幸せすぎるこれ、わあすごい、こっちのコメントもすごい、お誕生日おめでとう、ありがとう、ねえ
どう、画像すご、幸せです。だってこっちもね、こちらこそだよ、嬉しいな本当に。おめでとうって、生誕祭楽しんでるって DMM で見てるよ、ありがとうねえ。え、そうだ、いちごもめっちゃツイートしてるって嬉しい。グラビアの写真載せてる人多いなあ、コンサートのカメコのかわいい、これ保存しようカメコの写真保存した、今いいね。そ、こんな、なんかこんなすっごい画質よ。うわー嬉しい。すごいよ。トレンド入った。イエーイ、みんなのおかげ。え、全然もうね、コメントだけでもすっごい嬉しい。何でも嬉しいよ。もちろん。ありがとう。すごいね、なんか私のリアルなこのエゴサ姿とか見られるのめっちゃ恥ずかしいんだけど、ニヤニヤしながらさやってんのいつも、うん、ニヤニヤしながらエゴサしてんのいつも、リアルだったのめっちゃ恥ずかしい、みんなに見られちゃった、うん、嬉しい。よろしくね、これからも。うん、いいね追いつくかな、絶対いいね規制かかるんだよねこれ、いいねできなかったらごめんなさい、いいねできなかったら本当にごめんなさいなんですけど、必ず全て目通すので。わあ、よかった、カウントダウン配信して超幸せ、うん、そうだね、すべてのタグで見るねハッシュタグでミュからできる、ミュ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 ありがとう嬉しい。あ、初見さんもありがとうございます、すっごい、あー、みんなありがとう、やっぱショールームだよね、うん、そうなんだよ、ショールームがいいよやっぱり。みんなごめんね、寝たいよねもう、こんな遅い時間なのにこんなハイテンションで喋ってる女、うるさい、大丈夫、ごめんね、眠くない、大丈夫、みんなをこうすごいごめんね、深夜まで連れ回しちゃって、うん、いやすごい、なんか LINE がねいっぱい届いてる気がする、でもメッセージも見れなくて誰からとかみんなありがとう、誰から届いてるのか楽しみ、うん、ありがとう、みんな起きてくれてる、みんな起きてくれてありがとう、ちょっと見てみよう、トレンド、すごいなんか、あ、すごいね、本当だ、なんか今日誕生日の人めっちゃ多くない、なんかそうすごい、生誕祭、いろんな人の生誕祭な、全然知らない方のとかすごいある、うん。
そうそうそう。ね、ポストもすごいね。ちゃんとポストって言わないと。まだツイッターって言っちゃう。うん。なん、もうなんかな今。あら、もう100いったわ。あらあらあら、100いきましたって。ありがとう。あ、今日誕生日のアイドルも多いよね。お、100超えた。100すごい、うん、ありがとう。なんか今年はね、すごい、なんだろうな、みんなに認めてもらえる1年にしたいですね。うん、こうもっと私はもっともっと前に前に立ちたいっていうあの気持ちがあるので、前に立ってる姿を見て、うん、あ、ここが似合うみたいな、そう、このポジションが似合うって思ってもらえるようにような活動をしていきます、うん、はい、っていうのを話します明日。じゃあそろそろ読んでいいですかね。23歳初ランキング読み。はい、それではいきます。この11月7日に73位、ななみの73位になったのはパチロクさんでした。ありがとうございます。パチロク、ありがとう。ちょっと待ってよ、今日は73位から読んじゃうよ今日は73位から読むよ。いきます。72位、あきひろ。71位、アップル。70位、おにぎり野郎。69位、みゆちゃそ。68位、グフ。67位、まつくん。66位、アリスガワ。65位、ひろいち。64位、つくね。63位、さとし。62位、おやあき。61位、まさしお。60位、なんでやねん。59位、ひろし。58位、なんか文字、なんかなんて読むのこれ、なんか文字。57位、ペチオ。56位、チョコパン。55位、石ころ。54位、ギバ。53位、おかゆライス。52位、ミヤパン。51位、大輔。50位、ビッグフレンド。49位、これなんて、犬さん。48位、 KJ。 47位、また。46位、和弘。45位、猫モテ。44位、キングカズ。43位、超快速。42位、ムラちゃん。41位、ガンナナケさん。40位、ヒロヤ。39位、くん。38位、ひろのり。37位、リラックマ。36位、りゅうちゃん。35位、わっぴみん。34位、あきたのゆういち。33位、つんにゃ。32位、いっちゃん。31位、金髪のゆうすけ。30位、今日も太鼓でビンビン。29位、しんご。28位、ゆうおう。27位、まっきー。26位、しろと雪の国。25位、タオルリボンのたかひろ。24位、ミスター。23位、ルイ。22位、トット。21位、ガーガー。20位、青空。19位、ビン。18位、タカノン。17位、エチゴン。16位、スキャット。15位、ユージー。14位、タケトモ。13位、ハードチューンヤス。12位、チーム G 推し。11位、アキ。10位、ユウキ。9位、クラゲ。8位、
お酒、7位みちおちゃん、6位りょうすけ、5位ふうか、4位はる、3位日焼け、2位すーさん、1位みったん。ありがとうございます。長くなっちゃった、ごめんね。しかもなんかめっちゃ読めない方もいてごめんなさい、本当に。わーい、73位から読ませていただきました。ありがとう、こちらこそ。じゃあちょっとこれで配信終わります。スクショタイムして終わります。で、ちょっと長丁場の配信になったんですけど、あっという間でしたね。楽しかった。じゃあはい、スクショお願いします。23位、間違えた、23歳、イエイ。スクショスクショ、逆だよね、こうだよね。ありがとう。じゃあ今日楽しみましょうね、生誕祭。よろしくお願いします。じゃあいっぱいエゴサします、これから。ありがとう、改めまして今年もよろしくお願いします。またね、またね、また明日ね。おやすみ。本当にたくさんのコメントギフトありがとうございました。本当にありがとう、幸せです。ぜひ X もチェックしてください。またね、ありがとう、幸せです。おやすみ。